ミナイさん、気がつかれましたか。ここは、まどか来てるの？え？ああ、昼過ぎまでずっと。まだ残ってるっておっしゃってたんですが、徹夜で疲れ気味だったので、所長が俺と変わるようにって。そっか。ああ、待っててください。すぐ先生を呼んできますので。私、どうやってここに？まだ無理しない方がいいですよ。怪我は大したことないようですが、昨夜からずっと眠っておられたんですから。昨夜？藤田君、塚田さん？ああ、大丈夫です。一緒に乗っておられた方も、命に別状はありません。別室で眠っておられます。そう、よかった。異常はないようです。ただの過労でしょう。ちょうど港の夜景を見に来ていたアベックが通報してくれましてね。機捜の早見さんの話では二人折り重なるようにして倒れていたと。本当にご無事で何よりです。ごめんね、心配かけちゃって。車は早見さんたちが海中から引き上げてくれました。ほんと運が良かったですね。後部座席の左ドア以外は完全な密閉状態に細工されていましたので、それに気づかなかったらもろとも海にドボンでしたよ。運か。それにしてもどうして渚さんの声が。藤田君、なんで後部の左ドアだけ開けることができたのかしら。さあ、それは俺にも。あ、でもあの車の鑑識そろそろ終わった頃ですから、早見さんに問い合わせれば何かがわかるかもしれません。ならお願い。面倒をかけるけど、早見さんに確認してもらえる？そりゃまあ、別に構いませんが、どうかしましたか？ちょっとね。さて。ミナイさん？何を？
着替えるからちょっと部屋の外に出ていて。スーツは、あれか。そうじゃなくって、あなたはさっきまで意識不明だったんですよ。せめて今日一日くらいはお医者さんの言う通り安静に。ここが正念場なの。ごめん、わがまま言わせて。美奈さん、止めるべきなのだろうか。いや、今日も早上がりして、お姉ちゃんの病室に泊まり込もう。大丈夫なの？お姉ちゃん、全然目を覚まさないから、私。平気よ。もう血も止まったし、傷も残らないわ。心配いらないって。あんたも元の仕事に戻りなさい。それじゃね。あ、待ってお姉ちゃん。今カールさん、山沖社長のところにお客さんが、警察庁の広報室長さんだって言ってたよ。前野さんが？失礼します。見ないです。入りたまえ。前野室長。よう、姫さん。ずいぶん大活躍だったそうじゃないか。具合はどうかね？最悪です。警察庁広報室のエリート女係長が上に連絡もなく独断行動を働き、ハリウッドスター顔負けのカーアクションをやってみせるか。ヒーロー願望もここに極まれりだな。警察官じゃなく俳優でも目指すつもりか、お前さんは。申し訳ありません。にしてもまずいことになったな。え？
これ、どういうことですか？どうもこうも書かれてある通りだ。君と千葉代議士の秘書が地上の末別れ話になり、男の方が思い余って無理心中を図った。奥様方が喜んで読みそうな愛憎劇だな。知人の証言まで、どういうこと？見ない係長、恋愛は自由だから口出しは下世話だがな、出世したいなら男はちゃんと選べよ。別れ話を切り出した途端、社会的地位も顧みずに無理心中を図るような痛い奴はお前さんにとってマイナスにしかならん。それに相手の職業次第では痛くもない腹を探られかねん。今後は気をつけるようにな。そんな違います。私と塚田さんはそんな。事実はこの際どうでもいい。大衆にとってはここに書かれてあることが全てだ。ま、幸い不倫ではないから世間は巻き込まれた君に同情してくれるかもしれんがね。二段構えだったとは。くそ。とりあえず不祥事というべきかは微妙なところだが、マスコミに出た以上心証必罰だ。お前さんには今回の合同捜査本部の報道担当から外れてもらう。正式な処分が決まるまでおとなしく自宅で休んでいるんだな。前野さん。なに、そう悲観的に捉えるな、南井君。ただでさえここしばらく連日連夜の激務で体が参っていたんだろう。だったらこれを機会に少し休め。健全な心身を保つのも警察官としては必要な業務の一つだ。休めなんて、そんなこと。なあ、見ない。俺も最後に、この運命ってやつを、信じてみることにするよ。塚田さんは、いえ、塚田治は私に教えてくれました。私の追っている事件の背後には代議士の千葉明彦がいることを。そしてローウェル社の作り出した薬をめぐって危険な人体実験が行われていると教えてくれたんです。そして花田は言った。私の父はその政治家の暗躍を突き止めるために捜査していて、それを邪魔に思った奴らが母ともども殺したのだと。トモエ君。ほう。だったらお前さんはその両親の無念を晴らしたいと、そういうことか。違います。塚田さんは私に言ってくれたんです。これは敵討ちだと。彼は私の両親のことを知っていました。そのせいで私たち姉妹が人生をめちゃくちゃにされ悲しい思いを味わったことを学生時代ずっと同情してくれていました。
そしてそのために、私たちのために、人生を棒に振るような真似までして、悪事に手を染めてまで敵の正体に近づき、私の力になってくれた。だから私はそんな彼の信頼に応えなきゃいけないんです。それに報いなければ私は仁義を失います。お前ヤクザか。あだ討ちだの仁義だの、てめえの物差しで語るな、バカ野郎。そういうセンチメンタリズムで物事を考えれば、正義はただの自己満足にしかならないと何度言ったら理解できるんだ。お前さんは落ち着きたまえ、トモエ君。冷静にならずに成し遂げられるものは何もない。見ない警部、生きり立つ気持ちに水を差すようだが、多分お前さんは勘違いをしているぞ。え？塚田治にも少々事情があったな。彼は大学時代、とある女性と交際していたらしい。親にも挨拶して、卒業と同時に結婚する予定だったそうだ。予定ですか？そういえば、その女性の名は大沼真澄、大沼茂の一人娘だ。大沼真澄？おそらく君も本人のことは知らんだろうが、父親のことは聞いたことがあるはずだ。厚生省の医薬局次長、大沼茂。ローウェル事件捜査で政財官において関係者に斡旋を図っていた容疑で9年前に逮捕された官僚の一人だよ。マスミの方もそう思って当初は警戒し、それほど深い仲ではなかったそうだ。なんせ彼女自身も父親と同じ官僚を目指していて、それこそ猛勉強をしていたそうだからな。ローエル義国で逮捕された大沼は獄中で病死。もともと内臓に疾患があったらしいが、真相は不明だ。そして世間からの風評被害で傷つき、追い詰められた娘も自宅でガス自殺。不死家庭のせいで批判の矛先が彼女に集中して、その攻撃度合いも凄まじかったようだな。翌年に着るはずだった花嫁衣装を着て眠るように亡くなっていたそうだ。綺麗事を言うな！何も分かっていないくせに！
それにしても塚田も大した玉だな。学生時代は非常に打算的、付き合う相手も自分にとって有用かどうかで決めるような性格だったとは当時の知人たちの評価だが、一人の惚れた相手のために全てを投げ捨てて戦うか、そんな情熱的な奴だったのか彼は。ええ、批判も誤解もそれ以上に敵の多い人でしたが、理想と信念を持った人でした。それでも女一人のために一生涯をかけるか。とにかくお前さんはしばらく謹慎だ。反論が許される状況でないことは理解しておけ。はい。ま、悪い話ばかりじゃないさ。患者の承諾なしに未認可薬、それも以前に使用を禁止されたものを大手の病院が扱っていたなんて話は決して許されることじゃない。現在の合同捜査本部も人員を増強して引き続き調査に当たることになっている。お前さんの後任もちゃんと信用できるやつを選んでやるさ。最後まで関わりたかったというのはやはりわがままなんでしょうね。気持ちはよくわかるつもりだ。だがとりあえず今は休め。見ない警部、これからもやってもらいたいことが山ほどあるんだ。ここがついの場所でお前さんは満足なのか？よくやったよ、お前さんは。俺も山沖さんもそれはよくわかっているつもりだ。敵は大臣クラスだ。今まで想定していた規模では対処しきれなくなる。そのための俺たちで、そしてお前さんは十分すぎることの基礎固めをしてくれた。だからあとは信じて手を引け。いいな。はい。ミナイさん、ちょっとしっかりしてお姉ちゃん。え？どうしました？寝てる。こんなものでよかったですかね。すまんな。わざわざ来てもらった上に悪役まで引き受けてもらって。
まあ、おそらくじっとしていないと思いますが、少しはブレーキになったでしょう。私もこんなことで優秀な部下を失いたくはありませんからね。しかしよくも一日程度でここまでの記事を書かせたものだな。さすがにメディア操作はお手の物か。まあね。捜査本部から懲戒の形で外れるとなれば、少なくとも姫さんを殺す意味がなくなる。連中もやりすぎて反撃を食らうのは嫌でしょうからね。それに実際にはこの手のスキャンダルなんて、彼女のキャリアにとって課金にもなりませんよ。それに真相を知れば彼女は激怒するでしょうが、今回の事件は塚田の自宅を家宅捜索する令状を取るためにももってこいの理由付けでしたから、有意義に使わせてもらったおかげで彼の管理していた千葉大義士の裏帳簿のいくつかをサルベージできて上々です。まああとは地検特捜部の頑張り次第ってところですか。守備は期待できそうなのか。正直名古屋地検さんの反応を聞く限りは五分五分ですね。悪くはないが決め手に欠ける。あれだと秘書が勝手にやったことと簡単に切り捨てられるだけです。国会の諮問でも責任追及までいけるかどうか。もうすぐ総選挙が始まりますから、うやむやにされる可能性が高そうです。千葉の第一秘書を務めていた小山が先年急性心不全で死んで、その後彼の所有していた書類を引き継いだのが塚田です。ということは、まだ彼の手元には発見されていない資料が他にも残っているはずなんです。それをどこに隠しているのか突き止めるため、現在も捜査中です。と言っても、警察が汚職関連で動き回れる範囲なんて、たかが知れていますが。そのあたりは知見の連中が我々の後を引き継いでどれだけ真面目に動いてくれるかだな。ローエル義国で煮え湯を飲まされたグループが上の圧力を逃れて立ち上がってくれれば賞賛はあるのだがね。難しいでしょうね。当時よりも千葉の影響力は大きくて、警察の上層部にさえ様々なコネを持っています。ローエルの時は外事的な陰謀ありということで公安も味方できましたが、その本質は国益の防衛ですから、今回の場合は政治家の保全を優先する側に回るでしょう。自分もその出身だけに想像がつきますと。山沖さんもそうでしたね。しかも検事総長は確か奥野長官の後輩だったな。よくできたものだ。でも逃がしませんよ。俺もギリギリできる限りの全てをつぎ込んでやるつもりです。外資のバカ野郎どもに目にもの見せてやりますよ。前野君、確かに千葉を挙げる前に知見特捜部は諦めちまうんでしょう。
公安も秋山からの話では、すでに引退して何の権限もないじいさんに責任を全部押し付けて、そいつを見せしめにするのが関の山だと。でももう奴にこれ以上死の承認気取りはさせません。何年がかりになってでもローウェルとのパイプを外交筋からぶった切ってやります。絶対にね。そんなに意気込んで大丈夫かね。政治家に喧嘩を売って無事で済んだ例はあまり聞かないぞ。それがどうしたですよ。やれるものならやってみればいい。ただし姫さんと違ってそれ相応の見返りは受けてもらいますけどね。笑ってもらって構いませんが、俺は運命だと勝手に思っています。運命？未来さんが追っていた事件の謎をその娘がこじ開けた。運命があるのならこれ以上のものはない。だから俺は自分のキャリアをこれにつぎ込むつもりです。なに、どうせダメでも気楽な独り身だ。すべて終わった後は田舎の駐在所で一生過ごすのも悪くないと思っています。なるほどな。白樺山荘、今でも覚えています。突入の時俺は犯人に足を打ち抜かれて、もう少しで頭もやられるところだった。美奈さんが命令を無視して懲戒免職覚悟で相手を撃ってくれていなかったら、俺は今の階級を墓の下で受け取っていたと思います。すんません、未来さん、すんません、すんません。ならば結局君も復讐かね、前野くん。復讐？いや、ちょっと違いますね。どちらかといえばキャリア組としてのプライドの証明ですよ。そして俺はそれを果たすがためにこうして出世して権力を握ったのだと勝手に思っています。山脇さん、昔言ってましたよね。自分の信じる正義を貫きたいのなら出世しろと。どれだけ正しくて納得のいく意見や発言であろうとも、日本の偉い人は肩書きと実績のない人間に対して耳を傾けることはほとんどないでしたか。ああ、そうだったな。あの時あなたのその言葉を聞いていなかったら、俺は警察を辞めていたと思います。そして社会正義とやらに絶望して、ひょっとしたら反体制運動にでも走っていたのかもしれない。そういう意味では君も実に純粋な奴だったな。今もそれほど変わるわけでもないが。ただその言葉を聞いたおかげで、こうやって広報室の権力を拡大させていろんなことができるようになった。だからあなたには本当に感謝しています。でもね、山沖さん。俺は最近あなたの言葉とは違う、もう一つの役割があるんじゃないかなって思うようになったんです。ほう。
俺たちが偉くなるのは自分の正義を貫くためじゃない。正義を馬鹿正直に信じている若い奴らがその信念に従って無茶ができるように、そのために俺たちは今の地位についたんじゃないかなって。いわば踏み台ですよ。俺たちドートルは、俺はここに来るまであなたたちのような年長者に支えられ守られて偉くなった。その役目を今度は俺がやる番なんですよ。前の裏方に回ってサポートに徹し、いざという時には若い連中の代わりにこの首を差し出して奴らの責任を引き受ける。そうすることで奴らは遠慮なく正義を信じて、時には危険を冒してでも悪に立ち向かっていけるんじゃないんですかね。なるほどな。俺たちはね、事実がどうであれ部下たちに疑問を持たせちゃいけないんです。己の正義を貫くことこそが警察の本分で、それが誰かの都合で歪められるかもしれないなんて思わせちゃいけないんです。奴らは自分たちの行動が国家のため、ひいては大衆のためだと信じて命を懸けている。なのにその規範を示す立場にいる俺たちが上の意向で右往左往していたら、奴らにどうやって警察の職務に責任と覚悟を持てなんて言えますか。しかし千葉といえば与党の実力者だ。今度は君が攻撃対象になるぞ。その点についてはご心配なくです。もうすぐ衆議院選挙が近いので、野党の上役の何人かを口説いて外堀を埋める準備をしています。彼らにとっては与党を攻撃する好材料だ。それに与党の連中の中にも13年前に起きた過半数割れの恐怖を覚えているのが大勢います。ですからもう少し突っ込んで致命的なネタをつかめば、奴らは千葉さえも切りますよ。そのためにもあと一押しだな。ええ、捜査本部の方もとりあえず私が面倒を見ますのでご安心を。岐阜県警にも長官官房の偉い人たちから圧力をかけてもらうつもりです。あと今村派にも接触を図りますよ。今村派？今村陽平にか。連中にしてみれば、現政権の実権を握る奥の千葉を追い落とす絶好の機会ですからね。この餌にはきっと食いつく。いや、絶対に興味を示してくるはずです。派閥争いに手を貸すようであまりいい気分ではありませんが、敵の敵は味方というわけです。与党総ぐるみで千葉を囲われる前に内部を切り崩す。ここまで来ればこちらも手段は選びませんよ。なるほどな。それにしてもローエル義国で一番被害を被った連中が今度は同じネタで敵対勢力に逆襲するか。皮肉というかむしろ喜劇だな。ですね。連中にとっても可愛い子飼いの弔い合戦だ。しかも自分たちの勢力を巻き返す絶好の機会。運命は横島な医師に対して痛烈なしっぺ返しを食らわせると言いますが、まさにその通りというやつですね。運命か。あの子の願いを叶えてやるつもりが逆になっていたというわけか。
まあそれにしても、ん、何か心配事でもあるのか。はあ、いえ、捜査本部の堂島さんは話がわかる人だからまあいいとして、問題は大内です。科警研と観光庁との人材交流で一時厚生省に出向していたことがある。しかも相馬と違って小心者で出世欲が人一倍強いやつですから、つまらないことを考えなきゃいいんですけど。で、またまた一週間の謹慎ですか。何度も言うけど、ほんと、バカじゃないの？うっさい。あんまり懲戒重ねると出世もそうだけどお給料減っちゃうよ。ボーナスも年金だって。お姉ちゃんの年くらいだとマイホーム持ってる人もいるんじゃなかった？いいのよ、私は東京にも駆け打ちにも長居するつもりはないんだから。いざとなったら茨城に移ればいいんだし。あ、お姉ちゃん知らないの？おばあちゃん、来年になったら古くなったあの家壊して駐車場にする気らしいよ。で、自分は貯めたお金で賃貸マンションに住むんだって。え？何それ、聞いてないわよ。せめて改築すればいいじゃない。おー、何でも好きな人ができたからその人のそばで一緒に住みたいんだって。すごいよね、80過ぎなのに新しい恋に生きるなんて。ちょっとは見習ったら？にしても恋人発覚の前にスキャンダルなんて、いかにもお姉ちゃんらしいといえばらしいよね。そう思いませんか、藤田さん。え、いや、こうなったら今度新聞記者から取材あった時に言ってやろうかな。私には他に好きな人がいます。その人は部下だけど私と同い年で。やめてください、未来さん。そんな嘘でたらめが新聞記事になんかなったりしたら、俺間違いなく優子に殺されます。冗談よ、そこまで嫌がらなくてもいいじゃない。それより、美奈さんに、まどかさん、喉乾きませんか？俺、ちょっと、なんか買ってきますんで。でもまあ、お姉ちゃんは、すごいよ。あ？何言って。あれだけみんなが、無理だ、わかるはずがないって諦めてた事件の真相、ついにたどり着いちゃうんだもの。
合同捜査本部に参加してる刑事さんたち、みんなお姉ちゃんのことを褒めてたよ。若いとか女だとか言って、その人の実力は判断できないってね。あ、今だから言うけど、私ね、警察官になんて本当はなりたくなかった。正直お姉ちゃんほどお父さんとお母さんの事件に一生懸命になれなかったし、それに危ないのに全然報われない仕事だなって思ってたんだ。でも、君、以前どこかで会ったことはないか？何ですかそれ。そういうナンパのやり方、もう古すぎますよ。あ、いや、私は君とよく似た子の面倒を見ていてな。名前を見ない巴というんだが、聞いたことはないかね。え、お姉ちゃんのお知り合いなんですか？私、妹のまどかです。そうか、やはりな。ゆうすけには娘が二人いると聞いていたが、君が妹さんか。あの、お姉ちゃん、元気ですか？今、どうしているか、実は、よく知らなくて。ああ、元気にやっているよ。今は茨城県警の少年係に勤めていてな。同僚や上役たちからもなかなかの評判だ。お姉ちゃんが、警察官に？え？警官ですか？ああ、そうだ。実は今度、私は警察署長に異動することになった。愛知県の柿内市というところなんだが、静かで交通の便も良く、君の自宅周りよりもずっと住みやすい町だ。よかったら君も、一緒に来ないかと思ってな。それって、プロポーズですか？あ、いや、なんというか、だ。でも、だからって、どうして私が警官なんですか？別に、専業主婦でも家政婦でも私、喜んでやりますよ。
まどかくんは、ともえくんのことをどう思っている？お姉ちゃんのこと、ですか？もちろん、好きですよ。向こうはどう思っているのかわかんないけど。本当は私、お姉ちゃんのこと、世界で一番尊敬しています。やはりな。え？なんとなく、で勝手なことを言うのもなんなんだが、君は、ともえくんに対して随分、引け目を持っているように思えてね。彼女とうまくいっていないのも、おそらくそのあたりが理由といったところではないか？そんなこと。君がお姉さんに悪いことをして、という意味じゃない。彼女はとても優秀で、自分よりも才能に恵まれていることに劣等感があって、それが何事にも斜に構える思考につながっているような気がするのだ。同じ親から生まれたというのに、この違いは何だろう。惨めだとは、分かってる。分かってるんだ。せめて私がお姉ちゃんに勝てるもの一つでもあったらよかったんですけどね。大好きな姉が優秀なのは妹にとっては、とっても誇らしいけど、時々、重いです。なるほどな。だが、そう思ったからこそ私は、君もお姉さんと一緒のことをやってみてはどうかと思ったのだ。え？カオルさん、からかってます？こういう冗談は私、怒りますよ。からかってもいないし、冗談でもない。それが、君自身のコンプレックスを取り除くのに、一番の方法だと私は思ったのだがね。大体、勝負なんて最初から見えてるじゃないですか。お姉ちゃんは優秀な選抜組で、私は今からだったら、平巡査からのスタート。仕事をこなす量も質も桁違いで、惨めにやるだけです。果たして、そうかな？君は、ともえくんの成し遂げた結果だけを見て、そう言っているだけではないのかね？ともえくんは実は、とても失敗の多い子だ。衝突や挫折も山ほど経験して、上司や関係各所に怒られる回数はおそらく、同期の中でも一番多い。不器用で、頑固で、そのくせ、脇が甘くて身長差が足りない。それが私の彼女に対しての評価だ。ちょっと、カオルさん、何ですかそれは。今の君と友恵くん、何が違うと思う？才能か？それとも環境か？それは、両方、ですか？いや、違う。そしてそれを知るには、
彼女と同じ目線に立ってみることが一番だと私は思う。本当に才能と環境でお姉さんが今の居場所を築いたのか、よく見てみるといい。なあに、警官一人くらいの人事、私の力で何とかしてみせる。あとは、まどか君、君の気持ち次第だ。それで私、ここの警官の採用試験を受けて、警察官になったの。あとはお姉ちゃんにそのことを報告して、お祝いしてもらって、ついでに、カオルさんのことを白状して大喧嘩になったところまでは、説明しなくてもいいよね。そうだったの。でも、同じ警察に入ってよくわかった。お姉ちゃんは、やっぱり偉いよ。叶わないとか、無理とか、そんな引け目を持った、漠然とした感想じゃない。自分が失敗したこと、思ったようにならなかったことと、しっかり向き合って、反省して、どうすれば次に生かせるかを悩んで、苦しんで、それでも、前に進もうとする。それが、私とお姉ちゃんとの大きな違いなんだね。私は、自分がお姉ちゃんに劣ってるって、ずっと思ってきた。だから、何をしてもどうせお姉ちゃんほどのことはできないって、勝手に諦めてた。私はここまでで、これ以上は、どんなに努力しても、どんなに願っても、無駄だって、自分に向き合って、可能性を考えることをしなかった。でもそれって、私が、自分のことを大切に思っていないってことだったんだね。そんなこと。だからね、私、これからはもっと自分に対して真面目に向き合ってみる。一生懸命を笑わずに、挫折や失敗を怖がらずに。ね。そして、その結果がお姉ちゃんとか他の人に比べてどうだって考え方はもうしない。自分のために、そして自分の大切なもののために最大限の努力ができたか、それだけを考えていくよ。まどか。まあ私はお姉ちゃんほどのガッツもないから、またどこかでつまずいちゃうかもしれないけどね。でも何度でもうまくいくまで諦めずにやってみる。私そう決めたんだ。私もね、マドカ、あんたがいなかったらここまでなれなかったと思う。え？私か？お互い様なのよ。あんたは私にとって何よりも大切な妹だった。だからあんたのためなら何でもできる。それが私の支えだったの。
私のことずっと支えてくれていたのよ。あんたは自覚してなかったんだろうけど、ありがとうね、まどか。そしてこれからもよろしくね。お姉ちゃん。さあ、無駄話はこれくらいにして、さっさと資料整理しないと地検の特捜部の人たちもうすぐ来るわよ。うん、そうだね。他に漏れているものはないわね。じゃあ残りは、あ、これ。いよいよ八方塞がりか。ごめん父さん。あれ？そのノート何？ん？これはね。あ、お父さんの字だね。柿内空港6月水曜。C1？ いや、CI かな。え？待って、 C1 ってこれそう読めるの？だってこの癖書きは間違いなく C だよ。お父さんってアルファベット書くのがものすごく下手だったからさ。じゃあこれはひらがなのけに見えるけど。LT それとも LX かな。ね、そう見えない？そうだ。そうだったんだ。そして、レターコード？え？何それ？レターコードってのは、空港名、または航空会社名を表す、アルファベット表記のことよ。そして2文字表記は大抵、航空会社名を指す。C1 は確か、セントラル第一航空。そして LX は、ロベルタ航空のことよ。へぇ。さすがスチュワーデスに憧れてたお姉ちゃん、詳しいね。藤田君、ちょっと。なんでしょう、ミナイさん。お願い、大至急セントラル第一航空とロベルタ航空のことを調べて、過去20、いえ30年間の活動記録を。どうしたの急に。それにロベルタ航空なんてもうないよ。どこかの航空会社と合併したって前ニュースで見たもの。あ、どこと合併したの？ああ、それなら俺知ってます。セントラル第一航空と合併して、今はセントラル航空って名前になっていますよ。セントラル航空？
藤田君、その合併っていつ？俺が大学の受験勉強していた時ですから12年ほど前ですね。確かその時参考書を読みながらラジオで聞いた記憶がありますから、多分合ってます。よく知ってますね、藤田さん。そんなに有名な航空会社なんですか？いや、俺実は航空ショーとかが結構好きで、欧米のアクロバットチームが使う機材とかの運搬を引き受けているのがセントラル航空なんですよ。確かパンフにも協賛って形で書かれていたと思います。なるほど。そしてそのショーは毎年6月下級地空港で行われる。窓か、藤田くん。みないさん、ちょっとお姉ちゃん、一体どうしたのよ。あんたたち最高、最高よ。こちら刑事一課。はい。どうしたの？お姉ちゃんに来客だって。東京地検の特捜部の人。